こんにちは、坂本さん。おー、お毎度。ついに来ましたね、収穫が。ついにね、来ましたよ、ね。これが最後の富士ですか。富士、三富士。三富士。うん、坂本さん、いつから燃えてるんですか。これ、昨日から。昨日から昨日から燃えてる。おー、うん。坂本さん、何、畑でマスクしてるの。お前、一応コロナ対策。してるとあったかいんだよ。でもあー、うん、寒いですもんね。今日寒いからね。うん、いやー、なんかやっぱりリンゴもぐとき寒いですね。もうやっぱり綺麗に色ついてきましたね。いや、今年すんげー色いいんだよ。でも色いいの、うん、全然青いのつな一個もない。あー、うん、綺麗に綺麗にね。はあ、もうさすが明治。いやいやいや、これはまあ気象とそういうな、いろいろ重なって、うん、重なって、うん、明治の出じゃないの。それ半分ぐらいあるから。半分ぐらい。この前お父さんの動画、あの、明治の腕端割りだっすよ。端割り。ああ、端割り、うん、あれちょっと言い過ぎじゃない。言い過ぎ。伊沢さん、これどれぐらいかかるんですか。11月いっぱいぐらいかかるの。あ、11月いっぱいかかるんだ、宇宙法な。うん、水着ありますもんね。まあそうだな、うん、うん、まあ早い人だとまあ20日、うん、過ぎのあたりはもう終わる。うん、宇宙法まあ結構いっぱいあるから、ね。うんうん、雪降んなきゃですけどね。いや、そうなんだよ。雪降るとね、ちょっと作業できないから。今日からこうずっと寒くなりましたからね。うん、うん、明日からなんか雪膜ちょっと 見えてるけど。見えてますね。うん、ちょっと心配だなと思って、ちょ食べてみたい。あ、いいんですか。ちょっと試食。あ、試食。試食。どこら辺かな。はい、ちょっとここら辺。あ、食べてみて。ありがとうございます。じゃあ今年の 初富士ですよ。初富士。うん、ジューシーでしょ。ジューシーだね。うん、あ、もう蜜見えてる。蜜見えてるでしょ。うん、うん、こうするとアップルになる。やっぱり今年あの寒暖の差があってね、うん、やっぱ糖度も高いし、あ、うん、もう蜜も入ってきてるし、うんうん、いつもだとまあ糖が過ぎないとまあ入ってこないんだけど、あ、うん、やっぱりちょっと遅くなった方が蜜入るんですか。遅くなった方がね、うんうん、やっぱり入りやすいんだけど、今年はでも早めに蜜、うんうん、入ってきてる。ダムさん、僕あんまり邪魔しないんで、うん、ちょっと今リンゴの採石なんで、ね、もうちょっと頑張ってください。うん、お話ししたいんだけど、うん、まあ、この辺で次はあの箱詰めの作業ね。箱詰め作業の時にゆっくり。実際の出荷はだってまだですもんね。まだ一応12月に入ってからだ。入ってからですもんね、うん、まあ、その時までお楽しみに、うん、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。もしもし、チャンネル登録お願いします。